さあ、じゃあ今日からね、橋の向こうをいろいろ開拓できるっていうことで楽しみだね。あと、欲しかった、メノウが欲しいね。ああ、砂嵐が来てる。でも、あれ立てておくことによって、無事砂嵐が来た時にわかるからいいね。というか、服変えてないわ。飛ばされたな。風が吹いてる方を確認しましょう。前の日に分かったらいいんだけどね。よし。とりあえず。お。もうキノコいっぱいあるからキノコ入れちゃうか。94個。いっぱいっていうほどでもないか。で、なんだい？ペットの収穫？で、トルティより。ん？ああ、英語か。なんだい？あ、yesterday、昨日は？昨日のミーティングはって書いてあるのかな？ちょっと翻訳してみようか。よし。じゃあ翻訳機起動しましたよ。どれ？昨日の会議で、ポーシャへのみ、あ、ポルティアの道のフォローアップ計画をまとめました。今日は市役所に集まり、その件について話し合う予定です。ぜひご参加くださいということで。まあ、市役所に来てほしいっていうことだね。まあ、いろいろやってからじゃあ行くか。まだ糞を集めてなかった。まだ一個ある。ヤクベルの角は一日5個ずつぐらいしか落ちてないのかな。さあ、そんな感じで。まあ、別にいいから。じゃあ、いろんなイベントを見ていきましょうか。パラグロが今のところ一番足が速いんだな。お、クリスタル。息子が随分遠くにいるぞ。あ、マスクタイプか。ウェブレスが。さ、イベントがあるのは？あ、ヤクメルステーションを作る必要があるんだ。いい機会だからヤクメルステーションを作って持っていくか。本当は前日にやりたかった。ああ、忘れてた。もう2箇所ぐらい多分ヤクメルステーション必要になってくるだろう。これだね。で、こっちを先にお願いして。まあ、往復してる間に、なんとかなるわけじゃなさそうだね。まあ、水色の方からやっていくか。あ、あれは家か。まずは比較的関係なさそうなところからやっていこうか。アルビオが何か欲しそうだな。何か欲しいの？そこにいたんだね、雲仙。まだ僕が言ったこと覚えてる？もしいい知らせがあったらすぐに教えてくれるよね。それとも何かニュースはない？ピリピリしてる感じがしたら許して。まあ、普通の友達がまだいいな。正直少し動揺してるけど、君の友情は何よりも大切だ。了解した。これからも親友でいるよう約束する。もうサプライズはなしだ。それは嫌だじゃない。何かプレゼントしてほしいよ。残念だけど、友達のままでいましょう。あ、じゃあ、町役場。市役所って言ったけど、役場だね。ちょうどみんな集まったから会議を進めよう。私とミントで、ユーフォーラー山脈の調査を行って、計画を微調整したから説明させて。もう。これがサンドロックとポルティアの間にある南ユーフォラーの地図。今いるのがここ。右端上。それでポルティアが左下。間に2つの山脈と広大な砂漠がある。ここか。サンドロックとこっち側にあるわけだね。サンドロックのトンネルは経費削減のためにユーフォーラーを取る最短ルートを選んだ。ここから始まり、ここで終わる。唯一の懸念点は、このルートの岩ほとんどが変成岩層だから、使うドリルは？やっぱりロボットを使いたい。
え？あなたを殺しかしたあのロボット？この男に説得された。一言いいですか？とてもいい趣味をお持ちで。Really? I thought we were going with the same concept as a Porsche plan. 本当？ポリティアの計画と同じコンセプトで行くと思っていたよ。Wait, 待って、邪魔してごめん。でもちょっと話についていけないみたい。何を言う？まあ、何のロボットか教えてもらいましょう。The mobile suit. モービルスーツね。Right, right.あ、わかったわかった。局長のロボットの前にいくつかやらないといけないことがある。まず橋の向こうに岩がある。大きい岩、それを壊さなきゃいけない。ビルダーに手伝ってほしい。4つぐらいあるのかな？バッテン2つは何だろうね。あ、ここら辺に穴開けるって感じか？もちろん、あ、ミアンね。あ、壊してこう行くと。向こうにたどり着いたら山の入り口を爆発するための弾薬を作らないといけない。地元の光の教会から許可をもらった？ああ、マルチダニ会長に話したとき、あまり気にしている感じじゃなかったよ。でもミギルには知られないようにね。さあ、ドリルについて話して、局長。うん、僕の提案は動きの遅いドレッドタイプのドリル車ではなく、私たちの町のモビルスーツを強化するのに集中したい。小型ドリルによるパワーコアウルトラで動くスーツを、それがあればドリルでめちゃくちゃ硬いわでも壊すそうだ。どうしてムサさんがあなたを信用してるのか分かったよ。素晴らしい。ありがとう、スリーピーヘッド。どこでも寝てるからね。本当のことを言っただけです。さあ、私の計画が正しいならば、まあ正しいが、ドリルス掘削の大半は、ドライバーが一人にいればできる。改良版モビルスーツを掃除するのだ。ほう。誰がドライバーになる？公正でバイアスのかかってない選出方法を考案できるだろう。考案させて。その時が来たら決めよう。うん。モビルスーツがそんなにいろいろことできるなら予算のほとんどを投入しよう。トンネル掘りが始まったら私のチームでトンネルが崩壊しないようにスーツの後ろにフレームを組み立てよう。ビルダーの助けも必要だ。準備ができたら構造フレームの図面を渡す。ああ、また鉄の棒が必要になりそうだね。それからすぐに気づいた時にはトンネルも道路もできているだろう。8マイルの硬い岩を抜いている南ユーフォラ砂漠直結のトンネル。すごいね。ああ、なるほどね。自由都市はここら辺にあるのか。トンネルが完成したら道路を舗装するために舗装マシンが必要だと思うけど、それはおいおい話そう。あとは私たちかポルティア、どちらが先に真ん中にたどり着くか様子見かな。うん、いいですね。しっかり準備は整っているようだ。ミント、シーホン局長と一緒に設計の改良に取り掛かって随時報告してくれ。できたら雲仙に図面を送って。了解です。問題ない？私の理解が追いつかない部分はあるけど、町長が言うように、専門家たちを信じるしかないわね。やりましょう。そのくらいにしておこう。トリディに予算を提案してるから、もう始められるよ。よし、みんなでポリティアの道を作ろう。はあ、すごいイベントだね。お、なんか外でイベントがあるのか？アルバートのイベント？ハイジとの計画についての議論が終わって、ポリティアの計画とすり合わせることができました。彼女の計画はすごくよく練られているので、はるばる出張しなくても電報で済んだかもしれません。対面で議論するから実りがあるの。その方がこの先に一緒に仕事する上でいい環境を作れるからね。
それよりここサウンドロックで少し休暇を取るのはどうだ。費用は全部こちら持ちだ。長く滞在しないでほしいがな。ゲイルからは君がユーフォラに渡す橋の建設にすぐに取り掛かると聞いたか。本当か。いいんですか。そしてはい、その通りです。大変に仕事になるでしょう。幸運なことにポルティアの新しいビルダー優秀だって聞きます。いろいろできるそうで。お、ぜひそのビルダーに会ってみたいな。で、前作にちょっとつながってくって感じか。岩の撤去ね、それが一番大変な仕事かもしれない。お、マキアートじゃないか。マキアートって何が好きだっけ。とりあえずそのスピネイルを渡しておくよ。反応がよろしくないわ。うん、チーホンはいつも几帳面だ。学校で彼のノートをよく聞いてたよ。細かいところまで全部書き込んであったからね。うん、そんなことがあったのか。あ、ハイジのイベントかな。私はあまり役に立てませんでした。みんなほとんど全てやってくれましたから。私からすれば君もプリティアでは頑張っているがね。大人になったな、アルバト。昔はついていけないと文句ばかり言っていたのに。君もとっても調子が良さそうだ、ハイジ。この後予定ある？うん、この話は終わったと思ったけど。そうだね。ただ時間も十分経ったかと思って、もう一回挑戦しようかと。ありがとう。でもそのつもりはないわ。そうだね。じゃあ、旧友として近況状況報告でもどう？それならいいわ。そういうイベントか。まあ、特に何ともないイベントだったな。お、パブロと、あ、君たちは？私の服を笑った男の子と私のことを笑った美女。あなたがほっといてくれないからです。恨みっこなしですよ。仕事用の服だと思うけど、なんだかマウスウォッシュのチェック柄ボトルみたいな。うがい薬のボトル？パブロやめて。そんなに傷つけるようなことをやめて。やめなさい。あなたは優しい心を持ちですね。トラウマのフラッシュバックの中で見るよりも実際美しい。彼にしつこくされてない？まさかファッションセンスについて話しているだけだ。君はいいと思うだろう。お、通り過ぎるだけか。やあ、エンジェル、続かなかったよ。すぐそこにとても素敵な本格ユーフォーラー料理の店をしてるんだけど。リアリーって。そうね、食べてもらいましょう。まさか辛いのを食べるのか。そうやってみんなナンパしてんのか。お、ついでにこの石は好きじゃないか。お、銃いいね。さ、じゃあその聖堂の缶がどれぐらい完成してるか見てくる。あと、ここは何もないね。まだ一個か。あ、そういえば、木の根元のキノコを回収してなかったな、今日。また機会があるときに回収しないとね。敵が？じゃあ、ここに薬メルステーションが来るわけだね。あ、この岩か。レベルアップさせたいな、いい加減。多分岩を壊すのも早く終わると思うからね。ボーナスとかあるんだ。12、結構もう
取れるね。まあ、鉱石生成器を使ったら結構いいのが取れるのかな。まあ、岩一つない。これなら機械が建設現場に問題なく入ってこられそうだね。とにかく素晴らしい仕事ぶりよ、うんぜ。これでトンネルがあるところにまっすぐ行ける。爆発物の図面は手に入り次第送るから、届いてないか郵便受けをこまめにチェックしておいて。なるほどね。爆発物の図面か。お、これはメノじゃないか。お、二つか。二つでレベルアップできるんだっけ。あとこれなんだい。ホッピングオイルの木。なんか色合い的に黄色の、ああ、やっぱり実が取れるんだね。料理に使おうか。まあ、景品になんかもらったような気がするけど。上にも何かありそう。これはヤークさん普通のやつか。あ、ここにもあるね、目の。どのぐらいあればレベルアップできるんだっけな。あのヤシの木はなんだ。幻覚の木。一歩ずつ落ちてってる。服用樹液、薬か。じゃあ目のが落ちてたら積極的に拾っていこう。お、あれはカタムシじゃないか。危うく通り過ぎるところだ。カタムシもね、取れるところとか研究してかい、ね、もう一回ジャンプ。これはなんだ。これは普通の木か。新しいものないかい。とりあえず木も切っていこうか。比較的近くで取れるんだね。お、ここはまあ今日嵐だから。あ、いるね。ちょっと巻かずに取っておこうか。あれだけか。あ、2匹捕まえただけでもいいでしょう。お、敵発見。敵も積極的に倒してかんと。なかなか強いね。爪が欲しいけど、さすがに爪を持ってない。倒した。とか、ネズミ欲しいんだね。何、わしの笛？防御ポイント。機械作らなくても拾えたね。防御ポイント、中級ポイント。これのアクセサリーと交換するか。スタミナ8もいらんから。これにしとくか。あ、腰につける程度にね。やっぱあのメガネ、なんかおかしいからね、見た目。ここで行き止まりかな、おそらく。ちょっと反対側も見に行こうか。目の尾はどっかにないかな。あ、ここにもなんか大根みたいなのあるじゃん。ルガバだ。ルタバガか。ん？あ、もしかしてだけど、あのメガネのやつって、あ、タフネスが追加されてたのか。それはちょっともったいないな。ないとないで。まあそんな感じか。意外とスタミナ
なくなるのが早いな。繊維くずかこれ。てっきりあれだと思った。銀じゃないし、機械くずとかああいう系なのかなって。お、ムサさん歩いてる。目の落ちてない。目のよ。クローバーの茂み何それ。あ、集める系。アルファアルファ、クローバーがアルファアルファ。ムサさんって強いのか、こんなとこに来るほど。メノンはなさそうだな。あ、あるある。よかった。もし3でレベルアップできるんだったら、両方あの水色の質にできるけどな。ベッドが課題をクリアした。もう8時間経ったか。オアシスっぽい作りだけど関係ないんだな。ああ、でもある程度見たかな。多分この間をなんか塗っていく感じかな。あと岩も壊していくか。もう水晶っぽいやつか。ムーンストーン。壊せないか。いやー、意外と面白いものを発見したから。そのまんまか、名前は。ムーンストーン。メノンは落ちてないね。あー、新しいものがどんどん追加されるね。こう回るたび。これは岩の出っ張り方だった、ね、結構繊維のクズが落ちてるね。何かいいものが取れるのかな。さあ、じゃあちょっと戻ろう。そうだ、ワンちゃん、掘るは何を。あ、鉱石系か。なるほどね。そういう系を取っていってくれるんだ。あと、鉱石とかいろいろ分類するか。鉱物にこれを入れて。これはモンスターのとこに入れておくかな。あと、クズはクズに入れて。繊維クズ。いや、これは布のところに入れとこう。塗ろう。まだ布、日本語入力してないからな。後で直さないと。夜間に狩りに出かけることもあるらしい。ヘビだな。ああ、じゃあ、あとはちょっと役目ステーションを設置するぐらいかな。じゃあまた次の日にね、なんかイベントいろいろやっていきましょうか。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。